皆さんこんにちは、ショーです。少しお知らせをさせてください。バイタス様と、スポンサー契約をさせていただくことが決まりました。僕は今、攻めるテニスに変えていて、後ろから速いボールが打てないので、相手の時間を奪うテニス。なので、ライジングが必要になってきます。球が軽すぎたり、筋力がなさすぎて、弾かれることが多くなりました。なので、去年からずっとフィジカルのアップを目指して、今は46キロから56キロまで、増やすことに成功しました。ただ僕はやっぱりちょっと食も細いしプロテインもすごく苦手だったんですけども、試し飲みをさせていただいて、これなら続けられると思ったのと、やっぱりこの年齢になってくると回復力だと、怪我もすごく増えていくんですが、こういったプロテインだけでなくいろいろなビタミン剤なども、自分の体に取り入れて EAA なので疲労回復促進させたいとか、筋肉の分解を阻止したりなどいろんなことに今年は勉強して栄養にも気をつけるようになりました。でその結果やっぱりうんと成績も、伸びていったので、やはりこういったものの努力は裏切らないと改めて確信できたので、ぜひ試してみてください。
Bye.